軍は漢中から完全に撤退した。一方揚州慶州といった地域は次々と魏軍により制圧された。時が経つほど蜀は不利になる。そう判断した劉備は曹操と蚩尤を決するべく五条原へと軍を進める。時はまた諸葛亮をも苦しめていた。軍事内政に奔走する日々は彼の心身を極限まで消耗させていたのである。しかし劉備の天下まであと一歩。諸葛亮は自らを奮い立たせ最後の戦場へと赴く。策としては以上です。そしてこの戦、策よりも重要なのは、この決戦にかける殿と将兵たちの意気込みでしょう。ああ、今日こそ曹操との戦いに決着をつける。そしてこの長かった乱世を終わりにしよう。大軍を自在に操る者が己の身一つ思うようにできないとは。あと少し、あと少しでいい。持ちこたえてくれ、私の体よ。これが最後の戦いとなろう。みんな、力を貸してくれ。顔にはできません。時に余裕を与えて様子を見ましょう。皆さん、敵あなたは判決にする。仲間おるぜ。ならばこいつを大地の上へ戻倒す。
国の旗と強将の策のもと義のことごとくを射抜くぞ。左右に分かれ敵土兵隊を攻撃せよ。全部読まれてるのか。終わりにしましょう。さすがに敵もやりおるもの。一旦引け。体勢を立て直すのだ。勝負打ち切りました。
打ち返した。
らも武を示さねば。出過ぎたようだ。よくやってくれた、諸葛亮。ついに我らは。少々
疲れました。宝刀や関羽殿に会ってこようか。ならぬ。そなたはまだ死んではならぬのだ。生きてくれ。もはや策など狙つともよい。ただ私と共に穏やかになった天下を見てくれ。殿。もう起き上がってもよいのか。ええ、懐かしい人たちとはまだ少し先になりそうです。当たり前だ。そなたとは新しい天下を共に歩むと約束したのだからな。もうじき桃の花が咲きますね。ああ、春が来る。そなたにも見てもらいたい。あの、私が兄弟たちと見た美しい桃の花を。